アレクセイ・ブラジー・ミロビッチ・ティホノフは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックペアロシア代表。2000年世界フィギュアスケート選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、マリア・ペトロワ、川崎・ユ紀キコなど。なお、ロシア語では、アリクス・イエイ・ブラジー・ミラビッチュ・チーハナフが近い。 旧ソビエト連邦のサマーラに生まれ、4歳の時に、スケートを始めた。やがて、イリーナ・サイフト・ディノワとペアを結成し、初出場となった1989年、世界ジュニア選手権では3位となったが、後に、ペアは解散した。新たなパートナーを模索したが見つからず、日本へ渡る。1992年、日本の川崎幸子とペアを結成し、 日本所属選手として活動を始めた。1992から1993年シーズン全日本選手権で優勝。翌1993から1994年シーズンには全日本選手権で2連覇を達成し、NHK 杯やネーションズ杯などの国際大会へも出場し、1994年世界選手権では15位となったが、 1994年、リレハンメルオリンピックには、ティホノフ自身の国籍の問題もあり、出場は叶わなかった。同シーズンをもって、川崎幸子とのペアを解消し、ロシアに帰国する。ロシアに帰国後、新たなパートナーを模索し続けるが見つからず、立ち上がったラソア主催のアイスショーなどに参加を続けたが、1998年、マリア・ペトロワと、 新たにペアを結成し、アマチュア競技会に復帰を果たした。ペア1シーズン目の1998から1999年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦。いきなり表彰台の常連となり、グランプリファイナルにも進出。1999年欧州選手権では優勝を果たし、2000年欧州選手権で2連覇を達成。 2000年世界選手権をも制し、競合ペアとして注目を集めたが、2000から2001年シーズン以降は、ライバルの対等もあり、世界選手権や欧州選手権などで、表彰台に上ることはあってもタイトルからは、遠ざかっていった。2002年ソルトレークシティオリンピックに出場し6位、2度目のオリンピックとなった2006年トリノオリンピックでは5位に終わった。 2007年世界選手権では、怪我により、フリースケーティングを棄権。後に引退を発表。ペトロワとは、私生活上でもパートナーである。2002年に、日本の NHK で彼らに関する、助長的なドキュメンタリーが放映されたことがある。競技引退後はロシアで、アイスショーや、フィギュアスケート関連のテレビ番組への出演、及び俳優として活動している。 2010年2月1日、パートナーのペトロアとの間に、娘が誕生したロシアゴラテン本寺、アレクセイ・ウラジー・ミロビッチ・ティカノーブ、ハット NHK アーカイブス保存番組、表情の二人ロシアフィギュアイと挑戦の物語2002年2月9日、放映、ルースキーナン、no. バー RU。ありがとうございます。